主人君、お腹すいたの？そういえば、ここまで飲まず食わずだったもんね。ここからの移動が辛そうなら、私の背中に乗ってもいいよ。いいえ、それよりもお腹を満たすことが先決です。私にいい考えがあります。そんなことありません。ご主人君の喉の渇きを潤し、空腹まで解消するいいアイデアがあるんです。一応聞いてやるから、言ってみ。私のおっぱいを飲むんです。さあどうぞ、遠慮しないで。さあさあ。クロミばっかりずるい。私のおっぱいだって柔らかくって美味しいよ。つるんって飲み込めるし、お腹もいっぱいになると思う。わあ、何言ってんのよご主人。私のおっぱいって。でもそうか。ご主人が望むなら私のおっぱいをあげてもいいぞ。どこから吸いたい？てか出るのか。あ、いや、ご主人が吸ってくれるなら出るか。これが母性。セレン、落ち着きなって。出ないから、出たらいろいろおかしいから。ほらほら、あなたたち。さあどうぞご主人くん、お姉ちゃんのおっぱいをたくさんチューチューして、身も心も満たされてください。クロミ、話してやれよ。お腹がいっぱいになる前にご主人が窒息しちゃうだろ。ほらほら、あなたたち。はい、どうぞいっぱい食べてね。いや、リンちゃん、今その青い塊どっから出したの？てかそれ食べて大丈夫なの？これは今私のおっぱいをブチーって。いやー、そんな生々しいこと聞きたくない。てかそんなものご主人君に食べさせちゃダメ。ほらほら、あなたたち、そんな大きなおっぱいを見せびらかしていないで、さっさとご主人様の食料を調達に行きますよ。ビビシン様、もしかして羨ましいの？私は偉大なる重心ですから、胸の大きさなど気にしないのですよ。だから食料だけ盗んで退散しようって言ったじゃないの。厨房で盗み食いなんかするから。うるさいね。こっちは久しぶりにまともな人間の飯にありつけたんだよ。いいからさっさと逃げ。見つかったんなら仕方ないね。そこをどきな。あたいは海賊、海を渡る自由人。捕らえておくなんて無駄なのさ。無駄口叩いてないで、さっさとこいつら何とかして逃げるよ。ご主人は下がってろ。指揮を頼むぜ。燃やすぞ。
本気見せちゃおっかな。仲間割れはその辺にしとけよ。なんでお前らが逃げ出したのか洗いざらい吐いてもらうぜ。別に隠すことでもないから言ってやるよ。まさか逃げ出したのがあたいらだけだと思ってんのかい。知らないよ。私らは気づいたら投獄されてた部屋が空いてたから真っ先に船を盗んでここまで来ただけだし。あんたらの船は今頃大変なことになってるはずさ。どういうことです？まさか逃げ出した密漁者たちのクンズホグレツアーレーなパーティーが開かれているとか。それは私も参加したいです。黒実はちょっと黙ってて、一体何があるっていうの？私らが言えるのはここまでだよ。そんなに心配ならさっさと戻ったらどうなの？これ以上は何をされても喋らないよ。おっしゃ。んじゃあこいつらは適当に気絶させて転がしておくか。私の分身に見張らせておくよ。ではカッツを目指してレッツゴーです。
いたずら大成功だよ。